ちは、ポンコツイジーです。ルアーです。お願い事項がいくつかあります。着心地についてはディープクランクのように重い感じがします。リップ形状、ボディ形状、サイズ、この3つで大きい度合いなんで、引き心地があるっていうよりは重いっていう感じがあると思うんですけども、その分強波動で身寄りに強いというところがメリットかと思います。固定重心なんですけども、飛距離も十分に出て、固定重心のウエイトも動かずにカタカタとも音がしない、本当のノンナトルタイプっていう形のクランクベイトです。アメリカではこういうクランクベイトの方が人気があったりするんですけども、ナトルありとなしで、2種類出るっていうようなこともあると思うんですが、そういった使い分けができると大変楽しいかもわかりません。このルアーの面白い使い方としては、普通にガンガン巻いていくっていうのもありなんですけども、意外と水面直下、少し潜らせた状態でゆっくり巻いてくると、そういうことで、楽しい思いができるルアーでもあります。浮力を十分に活かせるというところでは、非常に楽しみの幅があるルアーじゃないかなと思います。